こんにちは、秋葉仁です。県庁が終わってですね、やっぱり帰りがけにランチ食べて帰ろうということで、たまたまね、この前を通りかかった時にリスナーさんがこう手振っててくれたことがあって、そのお店にですね、せっかくならばということで来ていました。それがですね、こちら。ほら、でっかい、結構いい感じのお店でしょ？光龍さんという和食屋さんなんですね。これからですね、ここでお食事をいただいてみたいと思います。はい、ということで今店内に入ってきましたけども、こちらがねランチメニューで A ランチ、B ランチだとか、それからよく出るのはこのカツ重セットとかカキフライとか、なんかねランチ用のメニューがあるんですけど、今ですね、若おかみにちょっとおすすめいただいたのが、ね、この焼肉定食セット、これがね結構美味しいよということなので、僕はこれを今回チョイスさせていただきました。なのでこれからね来るの楽しみですね。メニューがね結構ありますね。定食系メニュー、すげえ、どれもこれもうまそうな感じなんですけども、あ、ここにも魚料理とかもあります。結構メニューはね充実してますね。いや、うまそうです。順調にメニューの紹介をし、食事シーンに向けカメラのセッティングをしているその時、なんとその一部始終を盗撮している人物が。そこにいたのか。全然気づかないんだもん、隣から盗撮してるのにさ。盗撮してたの？もう全然、でももうそのメニューの紹介とかそういうのでいっぱいいっぱいだったよ。失礼します、お待たせしました。はい、ありがとうございます。すいません。はい、並んで食べる？並んで食べる？知ってたの？知ってました。知ってたの？マジか。先に来て。来て本当にもう。はい、ありがとうございます。はい、来ました。これが焼肉定食で、もうがっつりと生姜焼きっぽいのと、お刺身とご飯と、すげえ量です。なぜか知らないけど、目の前にワキちゃんがいるという。なんかね、ここにいたんだ。そう、いや全然気づかない、他のお客さん気にしないもんだって。だって俺の車の隣止めたでしょ。え、そうなの？え、ワキちゃんの車の隣止めたの？全然気づかない、全然気づかないよ。やべえ、隣じゃバレる。いやバレなかった、バレなかった。ということで、これがワキちゃんとお食事してみたいと思います。いただきます。ここにいれば絶対来るのか分かってた。なんでわかんないじゃん。もしかしたら、じゃあ帰ろうってなるかもしれないじゃん。ならないよ。何年付き合ってると思ってる。予定通りです。予定通り。まあ予定通りと言っていいかな。月福島なんて。うん、見てたよ。見てたのか。何も見ずにここに来るのはちょっとリスキーでしょ。ああ、まあそうだね。さすがに来るだろうとは思ってます。実はこの日の朝、泊まっていた道の駅で。こんにちは、わっきです。本日は群馬県道の駅吉岡温泉に来ております。YouTube 仲間の秋葉仁さんがキャンピングカーで日本中旅をしているんですけども、今日は群馬県にいるということで、こっそりと追跡してみたいと思います。ここでお風呂にも入れるらしいです。ちょうど朝風呂に入っている時にいたらしく。さあ、秋葉さんのキャスが始まりましたね。始まりました。秋葉仁が県庁に向かう。その手前で先回り。先に出発したい。じゃあ行こう行こう。出発します。行きます。さあ、秋葉さんがキャスをやっておりますが、僕はね画面のこの辺におります。いますね、秋葉さん。まるっきりこちらには気づいておりません。県庁では後ろからくじ引きの様子などを撮影されていたのですが、全く気づいておらず、うまくやられてしまいました。秋葉さんより先に味の交流に到着いたしました。秋葉さんは、ね、その後保護交流でランチをするだろうということで待ち伏せをされていたのです。今度サマオくん、ここ連れてきてあげるよ。僕が行きたい。
おすすめのなんか魚料理もいっぱいあるって。ここうまいよ。え、コーヒー？はい、よろしければ。あ、ありがとうございます。いいですか？いいですか？もう時間もかなり。あ、全然大丈夫です。あ、本当ですか？大丈夫です。ほらほらほら。看板裏返しましたので。あ、そうなんですか？いや、はい、すいません、ありがとうございます。いや、美味しかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。美味しかったです。ね、みんなちゃんとここ来いよ。ちゃんと来いよ、みんな。ありがとうございます。もう本当すいません、先になんかエロジジイが先に来ちゃった。本当に失礼なことしませんでした。いや、俺ディレクターだからね。ディレクターだからねって。演歌人ってディレクターだからね。本当に失礼があったら申し訳ないなと思って。いやいや、そんなことないです。いや、秋葉人が失礼のないように俺が言ったら男女でよしといたわけです。まさか来ていただけると思わなかった。いやいや、もうそれは来ますよ。すいません、ね、ありがとうございます。ゆっくりしてください。ああ、すいません、ありがとうございます。なんて素敵なもん、なんて素敵なデレデレとか出られてコーヒーいただきました。コーヒー、コーヒーいただきました。いやはい、ごちそうさまでした。がっつりと、ね、いただいて、もう準備中の看板かかってると思うんですけども、時間長くですね、いさせていただきました、ね、すごくね、美味しくて、僕は焼肉定食食べたんですけども、もうお腹いっぱいです。なので、もしね、こっち高崎の方に来ることがあったら、ここ吉町ですかね、この和食の、味の交流さん、ここでぜひお食事してみてください。ということで東京に帰りたいと思います。回りました。はい、はい、ということで今日ですね、このね、交流さんの若おかみが、ランチいろいろとお世話になりました。ありがとうございます。じゃあまた群馬来た時に言わせていただきたいと思いますんで、本当にありがとうございました。ありがとう。なんか顔が赤くなってきた。ちょっと。ではまた。これちゃんと使いなよ。使う。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ご調子をつけて。ありがとうございます。